ITTF 男女ワールドカップ4月15から21日マカオ18日女子シングルス1回戦で張本美和15イコール木下グループ世界ランク12位が大ゲーム127イコール中国同3位大ゲームカウント4対1で下し準々決勝へ進出したライブ配信 ITTF 男女ワールドカップマカオ2024 4月15日、月曜日から21日、日曜日開催。試合結果、トーナメント表、男女各48名のトップランカーが参戦する今大会。第1ステージのグループリーグは2勝0敗で危なげなく1位通過を果たした張本は、続く決勝トーナメントで中国女子の主力、王芸道と激突。1年前の初対戦時はゲームカウント2-3と肉迫しており、 そこからさらなる進化を遂げた15歳が2度目の対戦で中国超えなるか、注目が集まった。第1ゲームを奪ったのは長本。ロングサーブとストップレシーブを巧みに使いラリーを優位に進めると、10の10では YG サーブからの3球目攻撃。11の10では技ありの逆チキータレシーブで得点し、競り合いを制した。 序盤で連続失点を喫した第2ゲームは要所で鋭いバックドライブを決めたものの、終盤で再びミスが重なりゲームを落とす。第3ゲームは出足で0対3とリードを許すが、バック対バックのラリーで打ち勝つなどして5連続ポイントで逆転。終盤9の6から9の8になったところでタイムアウトを取ると、そこから得意のバックハンド、チキータで練習してゲームを奪い返した。 世界屈指のパワーを誇る王ゲイミのドライブに対して、慌てることなく両ハンドで対応し、サーブレシーブでも上回った長本。第4ゲームも丁寧にミドルをついてリードを奪うと、多彩なレシーブで相手のリズムを崩してゲームを練習。ゲームカウント3対1と大手をかけた第5ゲームは大接戦となり、10から10から自身のサーブミス、2度の相手のエッジインという不運もあったが、 それでも強気の姿勢を崩さず攻め抜くと、最後は相手のフォアフリックがオーバーし、16から14で長本が競り勝った。張本は世界ランク1桁台の中国トップ選手から初勝利。しかも勢いではなく、実力で上回ったと言い切れる堂々たる試合内容。パリ五輪日本代表に選出された日本女子の新生が夏の大舞台に向けて弾みをつける貴重な金星を成し遂げ、 堂々のベスト8入りを果たした。